バベル裁判所。俺の名前は笠桐智也、熱い勝負に飢えたギャンブラーだ。おーい、けんけんけん、神のおぼし飯前に出た。来い来い来い、ギリギリの勝負で肝をキリリと冷やす。これが俺の生きている意味だ。そんな俺の本業は弁護士である。かつては国内最大手の事務所に所属し、負け知らずの成績を残していた。被告人に無罪を言い渡す。よっしゃ、裁判は人生のかかった大勝負。その勝利の味も格別だ。そんな俺に挑むようなやつは徐々に減っていった。あ、示談つまんねえよお前。さらに勝てる案件しか引き受けない事務所の方針も俺には理解できなかった。そんなつまんねえ裁判はごめんだね。こうして俺は大手事務所を辞めて独立。その後、替神静香を助手に個人事務所を始めた。先生、今どこにいるんですか？あ、競馬場だよ。依頼人怒って帰っちゃったじゃないですか。なやつほっとけ。独立してからはギャンブルの種銭を稼ぐために適当に依頼をこなす生活だ。そして今日も麻薬で脳みそがパキッちまってる。おい、帰ったぞ替神ちゃん。さっきは悪かったな。飯でも行こうぜ。勝ったんですか？そうなんだよね。こんなに幸せなことはないぜ。こんにちは。ほら先生、お客さんですよ。その来客は何やら様子がおかしかった。お二人は幸せですか？ああ、超絶幸せだぜ。あのな、競馬でな。それはルバベシンのお導きです。何ですかそれは？ルバベシンはいつでも私たちのことをも見守ってくださっているのです。これは宗教の勧誘ね。先生、ビシッと追い払っちゃってください。マジか、ルバベシンってのを信じればギャンブルでもっと勝てるようになるのか？もちろんです。もっと詳しく聞かせてくれ。何、あっさり騙されてんだ。騙されやすいのなんとかしろ。そんなんだからギャンブルも弱いんですよ。この人、最近流行ってる悪徳宗教団体の勧誘ですよ。事務所にも相談が来てるんですから。何、そうなのか。そこらの三流弁護士ならまだしも、この俺を騙そうなんて100億万年早いぜ。お引き取り願おうか。まったくもう。騙すなんてとんでもないことでございます。私たちは自分たちだけ幸せになればいいなんて思っていません。あなたもこの私のように幸せになっていただきたい、そう思ってるんです。俺はもう十分幸せなんだが。そんなわけありません。あなたはもっと幸せになれます。なんだと？皆様にルバベシンの加護の宿ったブレスレットをおすすめしています。たった30万円で幸せになれるのです。今なら2つで50万円で差し上げます。あらら、ごめんなさい。先生、いい加減騙されないでくださいねって。誰がそんな安っちいもん買うかよ。いいか、お前がやっていることは立派な違法行為だ。訴えられたくなかったらさっさと帰りやがれ。あらあら、あなた弁護士なのに何もご存じないのですね。日本では信教の自由があるのですよ。憲法20条で信教の自由が保障されています。何を信じるのも自由ですし、その布教活動も自由です。当然強制的に入信させるようなこともしていません。私は一切違法行為はしていませんよ。確かにこの程度の勧誘であれば特段問題ない。だがな、そのブレスレットを売りつける行為は問題だな。大阪地方裁判所、平成28年8月23日判例。高度な組織性、計画性、常習性を有する立派な霊感商法。そいつとそっくりだぜ。やっと先生が先生らしくなってきたわ。組織性、計画性、何をデタラメ言っているんですか？あなたに何がわかると言うんですか？さっき落としたチラシに書いてあったぞ。ノルマとかいろいろ大変そうだな。あの一瞬で俺を誰だと思ったんだ。ルバベシンなんか目じゃねえ。今なら見逃してやる。さっさと帰れ。そんな、はいそうですかとはいきません。私にはノルマが、いえ、人々を幸せに導く使命がありますから。これ以上居座るってんなら不退去罪になるぜ。こうして俺様は法律が神をも退けることを証明した。あのクソ野郎、天罰にでも会えばいいんだわ。まったく、とんだ災難だったな。この俺を騙そうなんて不貞やつだぜ。そうですね。だが被害者が多いのも事実か。ここで悪徳霊感商法に引っかかってしまった時の対処法を紹介しよう。それはクーリングオフだ。電話勧誘や訪問販売などを契約した場合、条件を満たせば消費者が一方的にその契約を無効にできる制度だ。クーリングオフには期限がある。取引形態にもよるが、契約書を受け取って8日から20日以内と定められている。ところが霊感商法の場合、騙されたと気づいた時にはクーリングオフの
の期限が過ぎてしまっているケースも多い。さらにイベントなどに自分から足を運んだ場合には適用されない。しかし消費者契約法が改正され、被害者が契約の取り消しを求めやすくなった。被害に遭ったらまずは消費者ホットラインや警察、弁護士に相談しよう。恵まれない人というのは何かにすがってしまうことが多い。宗教なんてものはその代表例だ。ほほい、競馬に続いて競輪まで、勝利の女神が俺を見て爆笑してるぜ。しかし成功とは自分の手で掴み取るものなのだ。だがそれにはこの女のようなしつこさも必要なのかもしれない。あなたは幸せですか？お前の顔を見るまではな。なんでここにいるんだよ。ルバベシンのお導きです。なんと俺の家に直接勧誘に現れたのだ。どうやらこの周辺もこの女のテリトリーらしい。他のとこでやってくれね。信教の自由を侵害するおつもりですか？わかった。なら俺の信じるものを見せて。こいつが俺の聖書だ。六法全書？特別に法の教えを説いてやる。2時間後。六法とは憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法があり。そんなことより私の話を。ちなみに司法試験においてはここに行政法加わり、七法と呼ばれることも。今日のところは失礼します。勧誘撃退の裏技の一つ、相手を上回る狂気を見せることで俺は勝利した。いつかルバベシンの教えを理解していただける日が来ると信じています。バーカ、おととい来やがれ。どうやら彼女に諦める気はないようだ。これたまらんぞ。対策を考えないとな。しつこい勧誘への対処法はいくつかある。まずはとにかく断り続けることだ。玄関に勧誘お断りシールを貼るのも効果的だ。逆に物を売りつけて逆にカモにするなんて方法もある。1万円でいいからさ、パチンコ行きてんだよ。どうやら不幸が訪れていると幸運もやってくるらしい。よっしゃ！なんとボートレースでも大勝ちしたのだ。うっきうきで家に帰ると。幸せですか？たった今幸せじゃなくなったよ。あんたの顔を見ると虫さんが全力疾走するぜ。それとも幸運が訪れると不幸になるのか。だがそれも今回が最後だ。あなたには最近幸運が訪れているはず。それはすべてルバベシンのご加護のおかげなのです。くどきも文句を変えてきやがったな。まあ確かに幸運だが、そうこうしているうちに1時間が経った。もういいか？入信していただけますか？なわけあるか！茶番は終わりだってことだ！これ以上しつこくするなら住居侵入罪で警察を呼ぶぞ！侵入なんて人聞きの悪い。俺は何度も断っただろ。俺の意に反して来てるんだから十分に侵入だ。でも私、家の中には入ってないですよ。あなた本当に弁護士ですか？だが敷地には入ってるよな。管理者が外部との境界に塀や柵を設置して家の付属地であると明示した場合、保護の対象になるんだよ。そうなんですね。でも塀とか柵なんてどこにも。あれ？来た時は確かに何もなかったのに。ああ、そんなわけねえだろうがよ。いや、これはカヤガメ神のおぼし飯かもね。実はこの塀、発泡スチロールで作ったハリボテンなのだ。これ、お給料もらえるんですよね。つまりお前さんは俺の敷地内に許可もなく侵入しているんだよ。さて、警察に電話しちゃおっかね。それだけは勘弁してください。せめてこのチラシだけでも。うるせえ！さっさと出ていかねえとマジで警察呼ぶぞ。次来たら速攻警察呼ぶからな。すみませんでした。これで二度とうちに来ることはないだろう。その後彼女が所属していた宗教団体が逮捕された。まあ遅かれ早かれこうなると思ってたよ。それなら来てた相談受ければよかったじゃないですか。だってギャンブル大勝ちだもん。そんなつまんねえ仕事する意味ねえ。神様も法律にはかなわないということだ。こうして騒動は一件落着となったのだが。だあ、また負けた。この間までの勝ち額が全部吹っ飛んじまった。もしかしたら本当に彼女の言う神様が俺にはついていたのかもしれない。次回のバベル裁判所は、都内で一番交通事故が起きている魔の交差点と呼ばれる交差点で交通事故が頻発する理由とは。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録をして見逃さないように。